はい、どうも、宮本の武蔵です。で、歴戦を狙いがんで、行くか。で、装備がね、まあ、一応初見だから、やっぱ腹痛よ。うん、荷物絶対するだろ。だから腹痛入れて、また体力増強入れて、って他はまあ、ベース通り。ガイラーソード火のベース通りだな。よし。これか。破滅が来たりで、なんとかを鳴らす。これ何これ、ちょっと待って、これお前、人類で、お前、人類のお前 0.0001 割しか初見で読めねえだろ、これ。で、なんかあれなんだよね、徳田ディレクター曰く、なんかもう、進行マップみたいなのが決まってるとか、なんか進行マップが違うとか、なんか、普通と違うみたいな。初めてネルギガンティル退治したあの時を思い出さされるかのような、なんか作りになってますみたいなの言ってたんだよね。ってなってくると、あれか、ベースキャンプ1からでいっか。で、まあ、歴戦を、最後の歴戦までしかも強くしたって言ってたから、まあ俺の予想では歴戦をゼロジーバ以上、ベヒーモス以下のレベルだろうな。まあ防具もちゃんとあるからね、みんな作れるように、作れるような難易度になってると思うよ。で、新モーションよ、期待してるところは。俺の予想ではどこかのどこかの V じゃねえわ、あの V がさ黒くなったらさ、破局なんとか、破局滅人なんとかだっけ、やってくるじゃん、ブゴーンってやつ、方向してからの。あれが2回連続になってたりすると見た。そう、たとに。え、何、なんか総司令しゃしゃり出したけど。あー、いるわ、ここだ。これなんだ、 NPC 喋んのか。じゃあメタリックになってる。こんにちは。方向は、え、早方向、待って、そういう感じ。フレームかーい。でね、総員はね、不動にした。不動と転身。で、普通のネルギガンテの、え、なんか BGM 違くね？え、なんか BGM 違くね？え、気のせい？あ、BGM 違え！なにこれ？え、特殊専用 BGM ってこと？それはめっちゃ嬉しくね？でね、通常のネルギガンテの、やべえモーションっていうのは、まずあれよ、なんだっけ、ノーモーション突進と、ノーモーション猫パンチがやべえんだけど、ちょっと一旦不動切るか。いや、ここは転身来て、もう早速勝ちに行っていいか。バーッ転身来て、フィーバータイムで、一気にゲージあかりしまくって、転身をできるだけ叩き込む。今のところ何も違くないの、コードパターン。大丈夫かこれ。はい。おら、え、まじ、あ、しかもまだ撃っちゃった、間違って。おら、あ、しかもすぐ壊れるわ。なんか、歴史エネルギーあるんだから全然あれかなと思ったけど。あ、黒くなった。早くない？やっぱ黒くなる速度速くなってるから、さすがに。まあ、歴戦用やしな。はい。はい。はい。おい。おい。やばい、ちょっとこの右、壊さんと。飽きませんね。あ、壊れねえ。やっぱ硬くなってるわ。壊れた。もう頭は無理だな。ちょ、何してんの俺。頭は無理だな。翼も黒くなってるか、こっちだな。マジか。まあ、いいや。今、え、まあまあ電子やるからな。あー、黒くなる速度が速くなってくから、これめっちゃ打ってくるわ。てか新モーションなくね、ね、これ大丈夫。え、これ新モーションない感じ、嘘でしょ。え、何今の、あ、今のは新モーション言ってるそばから俺が新モーションねーって言ったら、ちょっとブチ切れてやってきてくれたわ。あー、転身切れた。いや、思ったより慎重にいかないでやばそうだな。破局があんなバンバン打たれ打つような技じゃ、ちょっとやばいよな、それは。これをノーモーション突進、これノーモーション突進だったよね、今。ちょ、今のじゃなかったっけ。とりあえず腕剥がせ、腕。うわ、やべ、早い、トゲが生えてくるのが。あ、逃げた逃げた逃げた。これはなんだ、決まってんのかな、これも。うわ、てかあれだ、回復薬グレードじゃねえわ、硬化薬グレードのさ、鬼神薬グレードと回
力の身は怪力の身じゃねえや、怪力の盾忘れたんだけど、これやばい、これ初手から破局来るパターンじゃないこれ。大丈夫、やっぱそうだ。まあこれはもう原種で散々慣れてくからとか言ってめっちゃ食らっていく。まあトゲが入るまでは単純なゲージ回収に努めればいいや。多分すぐ入ると思う、さっき見た感じだと。はい、この HP 大丈夫かな。まあまあまあ、はい、頭か。いやでも頭はな、いや壊しにくいからね、普通に単純に。はいはい、いやもうだいぶ殴れたか。はい、あ壊れた壊れた、あー壊れたけど、でこれよ、ほぼノーモーションだし、これが強い。ただあんま強くなさそうなのこいつ全体的に。なんか新技も、おお、これも新技か。え、あれ多分新技だよね。昨日寝る気がんで生放送練習したんよ、その時にあんなに速いモーションはなかったはず。2個目だな、2個追加か多分。俺ちょっとここ打っていいか、なんで当たんないねん、奇跡か今。今の避け方奇跡だろ、神に愛されてんなこいつ。あかん、これ飛躍だな。不動使えるようになるの早ない、そんな早かったっけ。腕は壊したい、腕はマジで狙いやすいからな。避けて、はっ、うわー、くしゃか、そういう感じか。しかもしっかりくしゃぶれ、きせよじゃん。またちょっと待って、まだ殴る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 。よしよし、赤回収、まだいけるかな。てか縄張り争いしろやねえ、縄張り争いしたくない。ほら、オッケーオッケー、あ落とした、すげえ。伊達にコリーを食って生活してる寝る気がんじゃねえな。壊れろ、壊れないか、アップねえ今の。これ意外とボーナスタイムなんかや、違う、不動来てるからボーナスに見えるだけで、実際は地獄だろこれ。はい、壊れろ、壊れないか。え、これなんで縄張り争いしないん。思ったよりボーナスタイムだから、ここはちょっと来たらと共同プレイ。よしよしよし、はい、ただ不動が切れるまでかな。いやでも不動来てても一応やばい、あ不動切れた、やべ、これちょ一旦引くか。何してるこいつ、いって、やべえ、歴戦用だからダメージやばい、やっぱダメだこれ。えっ、びっくりした、足引きつってるように見えたわ。あ発見したクシャルダーラが立ち去りそうですって出たな、早く立ち去ってくれ、邪魔すんなよ俺のあの熱い差しの勝負を。あクシャルダーラいなくなった、オッケーオッケーオッケー。そしたら鬼人やグレースと攻撃グレード飲んで、ここから本番よ。お待たせハニー、会議の誰とか持ってこなくてすまんかったな、手加減してすまん。うわー、待って、それ何、あのモーションすごいな。ちょっと待って、あこれ違うか、あっぶね、あっぶないくん、あかんあかんあかん、ちょっと待って、やばい、畳みかけてきたな、背面に回避しちゃおう。もうとっとと飛躍飲んで殴る、おつけ大丈夫、さっき通りちょっと狂ってきちゃったけど、さっき通りやってれば全然強くないはず。これやばくない？ねえこれ、この新モーション強いね。いや結局やっぱあれよ、あのノーモーションが強い、ネルギガンって全部、さっきのもほとんどノーモーションじゃん、早すぎでしょあんな。はい、うわよ、えそれ、え待って、その技やばくない？なんか技やる前に予兆みたいなのあった？なきゃダメだよな、なきゃ物理的に起きらんねえし。あれ尻尾もしっかり避けて、分かった、これ生放送で学んだことなんだ今の。避けて、全然壊れへん、トゲちょっと待って、全然壊れへん。あーなんか強いな、なんか前半弱いなと思うんだけど、これなんか変わったこと気のせい。あ、来た来た、うわそっちので黒くなっちゃったか、シャネ。そしたら翼かな、オッケーオッケーオッケー、できるだけ破局は打たせない、やっぱり。あーこっちの腕も黒くなってるわ、うわ猫パンチ強い、これもノーモーションだからね、やばいかもしれん、うわ強い、うわ
とりあえずノーモーション飛びかかりみたいなやつ、あれあれあれどうするこれいけた。え、これ太刀以外じゃ無理じゃねえ。これ太刀とか怪奇の装備とかじゃないと無理じゃねえ。今のはよく避けたよ。これえこれえこれやばない。え、いややばい技入れてきたなマジで。これ不動入ろう。いや変身でよかったな、もったいなかったな。いややべえなあの技。流れ流れ、転べ転べ、これよし。でこれ逃げ、これ逃げるか強制的に。え、そっちなの。これまだもしかして削ってるように思えて全然削れてねえってことか。だってここが最終マップなわけないだろ。ここいけるか、まあ、不動の添えだが多少の無茶は効きますね。よーし、あ、角2個折れた。割とダメージは入ってるっぽいけどな。どうだろう、頭しか狙ってないっていうのもあるかもしれないけど。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、まあ、腕だな、腕頭だな、やっぱ狙うなら。こう避けてほら、うん、回避じゃなくて不動を持ってきたの正解かもしれん。でここでフィーバータイム入れて、くそー。いやここは行っていい、マジか、行っていい行っていい、どんどん行け。頭、あーっとトゲも入ってないとこになったちっちゃな、ちくしょう。これは一旦回収だ。転ばしてえな、天身あるとはいえやっぱり肉質柔らかいとこぶん殴って転ばしてえよ。はい、ここオッケーオッケー、よしよしよし。あー頭硬くなったか、あかんか、頭に座れてる。こういう時は足だ。あー鬼神もか。いやいける、5回ぐらい打てんじゃねこれ、カブト割り。え、マジ？あ、もうそんな時期。距離開けんといて。あ、足引きつったか。あ、引きつった引きつった引きつった。次が最終マップだ。え？それはズルじゃない？そしたらあれならもう転身が切れるから、ここはもう慣れてきたからね、回避の装備でもういけるだろう。あ、ひるましちゃった。これ、あ、やべ！これ、どっか行きたかったよね。まあ、歴戦王だから、大丈夫でしょ、多分。普通に行ってくれるべ。また足切って。硬いしな。ここが最終マップでなさそうだよな。ここが最終マップって、場所だって地味すぎん？へいよ、とっとと足切ってどっか行けよ。え、このままだとさ、あれなんだけど、マジで。歴戦をゼノジーバより弱いんだけど。おらー、今のかっこいいな。あーちょっと胸欲張ったな。あーよかったよかった、やっぱここなんだね。あ、爆弾ね、マジマジか、爆弾ね、もったいね。はい、え、尻尾切れた。これ硬いな、どこも勝て勝て。さあ最終マップで何か変わったりしないかな。このままだとね、本当に、ゼロ縛り弱いから、いや、最後の歴史を頑張ってくれって感じよな。しっかり避けて、はい。で、回避いくべ。これは壁壊しだよな、多分。大丈夫だよね。オッケー、ここで回避の装備を着て、突っ込んできたりしねえよな。よしよしよし。あ、もう終わっちまうぞ、これ。余裕こいて知りたくない。よしよし。うわマジノーモーションでごめん、強すぎ。あれだな、あ、何あるとしたんだっけ俺。あれだ、カブト割りはもうなしでいこう。いやー、やはり強いな、ノーモーション突進にノーモーションでごパンチにノーモーション空中叩きつけだったな。やっぱり一番強い技それだったわ。あ、モンハンはね、やっぱ歴史見てもノーモーションの技やっぱ強いよ。ここは打つ、いやむしろこれでかっこよく決めろ、プロー。まだ終わんないか。はいはいはい、そしたらもうカブト割りは転ばない限り打たん。はいはい、これは
はい、こう。オッケー。株当たりで決めてな。でもうわー、お、今針が助けてくれた。今ノーモーションのあれから針が助けてくれた。はい、あ、待って、 BGM やば。腰に刈られて殴られてる。腰に刈られて殴られてる。これうわ、それやべえってばさ。マジやばい、まるでラオシャンロンの最終ステージみたいな熱さがあるぞ。当たらない。オッケー、転ばしてカブトアリ決めたい。いや、黄色ゲージだけど最後カブトアリで決めたいから決まれ。嘘だろ、これ不動だな。もう一回赤まで持っていこう。まだ多分終わんねえべ。はいはい、おいおいおい、よく避けた。慣れてきたかな、黒になった。え、もう来る、早くない。あ、何やってんの俺、アップで。じゃあ赤にして駆動で決めようぜ。避けられたの今、なんか初動当たってね。てかやっぱ硬いね。終わん、えてかそもそも俺転身の装備さっきなかったな。いやもうね、ここはじゃあ転身なしでやるか。最後だしな、大体こっちはあれだから、死ねば死ぬほど強くなる服つけてきてるから、いいハンデみたいなとこあるわ。俺やばい、ビビって距離がビビってちょっと頭身短くなった。マジ俺のやめてー。トゲが入ってない時はそんな距離じゃない、そう思ってた時期が私にもありました。危ね、はいはい、いや硬いね歴戦は本当に。ちょ、トゲあっぶね、やばい、やばいかもしれん。はい、トゲ、おい、トゲが敵じゃねえかよこれ。環境利用すんじゃねえおめえは。尻尾、はい、ちょっと待って、俺ビビって動き悪くなってきてる、もしかして。オッケー、大丈夫。はい、よっしゃー。うわ、 BGM が世界救った俺世界救ったみたいな BGM 流れ始めたよ。あー、初めてネルギガンデに対峙したようなワクワク感っていうのはこういうことだったんだなー。